ワスプマイナス64は地球から大犬座の方向に約1200光年離れた位置にある12等級の構成である。周囲を太陽系外惑星が公転していることが知られている。ワスプマイナス64は太陽と同程度の質量や半径、高度を持つ構成で、スペクトル分類では G7 型に分類されている。時点速度からワスプマイナス64は 形成から約12億年が経過していると推定されている。2011年トランジット法を用いて太陽系外惑星の探索を行っている観測プロジェクトスーパーワスプによる観測でワスプ -64 の周囲を公転する惑星ワスプ -64B が発見され、同じくスーパーワスプが発見した惑星ワスプ -72B とともに発見が公表された。 木星の約1.3倍弱の質量と半径を持ち、約1.5日の周期で、ワスプ -64 の周囲を公転している、典型的なホットジュピターとされる。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM エクセワールズプロジェクトにおいて、ワスプ -64 系は、統合共和国に割り当てられる、 惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、東後国内での先行、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、WASP-64 はアタコラか、 ワスプ -64B はアゴートと命名された。これらは、東湖の壮観な観光地や重要資源の供給地となっているアタコラ山脈に関連するものが由来となっており、アタコラ川、東湖最大の山岳地帯であるアタコラ山脈に、アゴートはアタコラ山脈の秘境で、東湖の最高峰のアグー山に、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。